4タイムズスクエアはニューヨーク市ミッドタウンマンハッタンに立つ超高層ビルである。4タイムズスクエアの住所はブロードウェイ1472号で42丁目と43丁目の間のブロードウェイ沿いに位置する。42丁目の再開発の一環として2000年1月に完成した。このビルは48階建ての247メートルで、 アンテナを含めると最長部は338メートルとなる。主なトナントは法律事務所の EN、スキャデン、アープス、スレート、マーフラムである。小売店舗はデュエインリードと H&M が出店している。かつて雑誌社のコンデナストパブリケーションズの本社が入居していたことからコンデナストビルディングの別名があったが、コンデナスト社は2014年に移転した。 このビルの所有者は EN ダーストオーガニゼーションである。設計は同じくタイムズスクエア再開発プロジェクトによるロイタービルも手掛けた EN フォックスフボールである。床面積は160万平方フィートである。このビルは構想にほぼ10年を要し、ニューヨーク市はエコロジカルでサステイナブルなビルの設計に定評のあったフォックスフボール建築事務所をこの プロジェクトに指名した。4タイムズスクエアの北西の角には7階建ての円柱型の建物のナスダックのマーケットサイトがある。その側面に設置された大型ディスプレイには、相場や金融ニュースや広告が表示されている。1階には、テレビスタジオがあり壁は、たくさんのモニターと古城の窓が設置されている。4タイムズスクエアは超高層ビルにおける、 グリーンデザイン建築の最も重要な例の一つである。環境フレンドリーなガス燃焼式吸収式冷凍機と高性能絶縁、車高カーテンウォールのおかげで、このビルは1年のほとんどの期間は冷房や暖房を使う必要がないようになっている。このビルの空気供給システムはニューヨーク市の設けるビルの規制値より50%新鮮な空気を供給することができ、 多くのリサイクル用シュートがビル全体に設置されている。またこのビルは太陽電池システムとピュアセル燃料電池システムを用いている。この規模での環境フレンドリーなビルの建設プロジェクトは前例がなく、このビルはアメリカ建築家協会とアイアニューヨークから表彰を受けた。四タイムズスクエアの下層部にあるナスダックマーケットサイト2002年から2003年の間に 元あったアンテナが除去され新しい300フィートのテレビラジオ放送の予備用アンテナが設置された。このアンテナ機能の強化は2001年に破壊されたワールドトレードセンターの電波塔機能のエンパイアステートビルへの引き継いを円滑にするために行われた。このマストは3層構造で、それぞれ VHF、UHF そして FM 用となっている。現在、 8つの FM 局がこのアンテナを予備用として使用しており、EN、WAV5、EN、WKCRFM そして w a n の3局はメインの電波送信用アンテナとして使用している。また3つの TB 局はこのマストを補助用に用いており、1局はメインで用いている。このアンテナシステム用マストはメイン州、レーモンドのダイアレクトリックコミュニケーションズ。 メイン州ブリットンのシブリーラブス、そしてインディアナ州チャンドラーのエレクトロニクスリサーチインクによって製造された。ありがとうございます。